どうも皆さんこんにちは、ムケオでございます。ついに日本に新作デイトナー上陸しました。予想外の展開です。詳しく見ていきましょう。はい、デイトナーに関するここまでのおさらいになるんですが、2023年新作としてデイトナーが登場し、世界が驚いたのが今年3月30日スイスウォッチーズ&ワンダーズでの出来事でございました。全てのモデルでブラッシュアップし、オール新作として登場。現状世界そして国内でもこの2023年モデルの購入報告はなく、有識者の意見でデリバリーの開始は9月頃になるのではないかとのことを受けておりました。しかしまさかの展開で新作を確認することができました。そのモデルはこちら、デイトナルマンです。デイトナルマンの詳しい情報はこちらの動画をご覧ください。カードを出しておきます。新作発表後、突如イレギュラーなタイミングで発表されました。こちらのデイトナルマン100周年記念モデル、こちらですね、正規店への向けを独自調査で判明しました。少し流れが来るのではないかというね、予想のもとに店員さんに聞いたところ、店員さん段になるんですが、7月10日より日本ロレックス本社での異例のアナウンスを開始するとのことでした。そしてそれに正規販売の店員さんが日本ロレックスに確認したところ、デリバリーをすでに日本国内で開始しているとのこと。これも衝撃だったんですが、これをもとにですね、私が日本大都会ロレックスマラソンを実施してきました。その際複数店舗で独自に店員さんに聞き取り調査実施したんですけれども、その中である店舗で店員さんに確認したところ、その店舗でのデイトナルマン販売実績があるということを教えていただきました。こちらですね、衝撃の報告ですね。確実に日本に入ってきて、すでに上級顧客様に渡っていることを確認することができました。よって2023年新作一発目のデイトナー、まさかの形でデイトナルマン入荷ということになっている現状でございます。私の見解ではですね、こちらのデイトナルマンを買われた方、正規店側から SNS での公開はもしかすると禁止されているのではないかなと予想してます。まああまりにもね、超絶モデルすぎますからね。もしくは SNS をやっていない世代のズル向け様が買われたのではないかなと予想しております。まあ今回のデイトナ新作、デイトナルマンからになってると思うんですけれども、やはりそれより皆様が気になるのはこのレギュラーモデルたちですね。レギュラーモデルのデリバリーはいつ頃になるのかと鼻息荒く待たれている方も多いと思います。まあデイトナルマンもね、レギュラーモデルになるかどうかはわからないんですけれども、ただ記念モデルということでちょっと通常とは違うような気がしております。この新作を待っている私もその中の一人なんですが、日本のトップロレックサーの予想では9月頃になるのではないかなとの意見ですね。まあこれはですね、現在旧作のデイトナがまだ全て販売完了しておらず、新作の販売はまだスイス本社からストップされていると考えます。まあ入荷情報をですね、ずっと確認している私からは、最近少しデイトナの旧作の入荷が減ってきたような印象ですね。あくまでも私の印象なんですけれども、まあ、こちら入荷情報ね、まとめていますので、皆さんカード、確認していただければ嬉しいです。多分ですけれども、まあ、レギュラーモデルの販売開始もそろそろのような気がしております。皆さんどう思いますでしょうか？もしご意見ありましたらコメントで教えてください。一発目のデイトナはもう入ってきております。まあ何度かね、このチャンネルでお伝えしてますが、今はデイトナはある程度ロレックスに精通している方なら買いやすいと考えています。正規店員さんは今が一番買いにくいとの話をこの前ね聞いたんですけれども、私は全ての情報が入っているので、この情報は真逆だと思っております。今が一番買いやすいと予想しておりますね。
購入制限にかかっていない方、旧作狙ってデイトナマラソンするのはガチでありだと思います。まあね、先ほども言いましたけども、なぜなら早く売り切らなければならないと、世界のロレックスからの圧力ちょっと来てるような気がするんですよね。あくまで考察になるんですけれども、ただ注意していただくのは、旧作を買うと5年間は新作は買えないので、皆さん、ここは注意しておいてください。私はね、GMT マスター2現在制限中なので、制限開けたらちょっとね狙ってみたいな、そんな気持ちもあったりなかったりするのであります。はい、ということで、もうねついに、新作デイトナの入荷が確実に確認することはできました。あまりネット上でもね話題にはなってませんよね、拡散は多分ね禁止されていると思いますのでね。ただ今回のデイトナ新作入荷っていうのはちょっとイレギュラー感は否めないところがありますね。レギュラーモデルの上陸、こちらを確認でき次第、お伝えしたいと思いますので、皆さんもしよければ最新情報知りたい方はこのチャンネル登録、そしていいねよろしくお願いします。メンバーシップもやっております。早くデイトナ入荷してほしいですよね。ただもしかするとね、この流れでいくと日本ロレックスの値上げがあった場合に、こういうデイトナが値上げ後の発表になるのではないかなとちょっと思ったりもします。どうなんですかね、今年の値上げは9月ぐらいになるのかな、ちょっとこの辺は全然わかりませんが、まあ、そういう中でそれを超えないところでね買っていきたいなと思いますよね。ただ旧作に関してはそこでの値上げはないような気がしますので、まあ、改めてそこを狙っていくのはありなのではないでしょうか。はい、そんな感じで本日以上であります。最後まで、ご視聴ありがとうございました。またどんどんやっていきますので、皆さんまた別の動画で会いましょう。デイトナ最高。ではまた。